させていただきます。ちょっと今日私用事があるので3時にここを締めさせていただきたい。よろしくお願いします。まあ、何度もやってるんですけど、福島の真実と内部被爆、今度ですね11月の中旬に自費出版で本を出そうと思ってますので、まあ、もしよろしかったらご購入ください。本日の内容なんですけど、私のバックグラウンドですね、原発の原理問題点、電力が推進する理由で、福島の事故の推移と放射能汚染で、放射能の影響と思われる奇形動植物が結構出てますので、それをご紹介して、この内部被爆ですね、あと除染瓦礫でどうするべきかを考えで、ちょっと胎児性のやつがですねやっぱり結構隠されて、保健協会で結構攻撃受けてですね、ちょっとまさか攻撃受けると思ってなかったので、手持ちの札が少なくて互角になってしまったので、今日はちょっとその辺を深くしています。私の経歴ですね、私は広島の生まれなんですね。母の実家が広島でした。で、宮崎で生まれ育ちました。で、18歳まで、宮崎にいて、でその後一浪してですね、東大のリーチに入って、卒業が1988年の精密機械工学科を卒業しました。で、まあいろいろ、ちょうど1988年というとバブルの絶頂期なんですよね、今にして思えば。ただこの時は円高不況とも言われててですね、私たちの時は製造業はもうダメだっていう話で、僕は精密機械工学って工学部なんですけど、この時の同級生の10何人以上が確かリクルートとか証券会社とか銀行に行ってるんですよね。で、先生教授がこのまんまじゃ工学部が潰れるって言ってたぐらいだったんですよ。私はちょっと迷って東電に入りましたね。東電で、僕らのって言ったらあれですけど、精密機械工学科、東大のこの時のですね、もう今はどうか知りませんけど、どこに進むかは、会社は何に来てもいいんですけど、その会社に10人も入ると、その会社内の競争があるということで、この学科で2人までっていうふうになってましたね。だから NTT は2人。で、じゃんけんで決めてましたね。じゃんけん、話し合いね。で、東電の希望し、この時は東電はですね、確か私の入った時はまだ私が3人目だったんです、東大の精密機械工学からはね。で、1名しか枠がなくて、希望者は私1名だったので、まあ、そのまま入って、福島第二原発です。今回事故を起こしたのは第一ですけど、そこから十何キロ離れた南側にある第二原発、新しいところか。で、まあ、5年ぐらいいて福島にいたんで、ちょっと腐ってた時に、まあ、本店に行けと言われて、安全グループというところに行きました。だから私がやってたのはシビアアクシデントとかですね、ベント配管をつけるのつけないのとか、モックス燃料とか、まあ、私は直接はやってないんですけど、人数3人ぐらいのグループだったんでね、そこで、まあ、横でやるのを見ながら、私は原子炉水位計とかそんなことやってましたね。で、95年に阪神大震災とオウム真理教事件が起きて、この時が31歳なんですけど、東電を退職しました、この時ね。で、阪神大震災の時はものすごい地震が起きたんですけど、原発は大丈夫かっていう話が当然出てきて、で、役所の人間はこれは原発は大丈夫だからお前ら資料作れっていう感じで資料作らされたんですね。だから今回も多分同じようにごまかして資料大丈夫って作ってますけど、まあ嘘ですよね。あとオウム真理教事件があって、私が乗ってたのは丸の内線だったんですけど、事件が起きたのが8時過ぎで、私が乗ってたのは8時半ぐらいだったんですよね。だから霞が関を異臭騒ぎがするっていうことで通過してましたもんね。まだ動いてましたね。死人が9時ぐらいに出て、死人が出たっていうことで一斉に全部止まりましたけど、その時動いてて、もう夕方はもう普通に動いてました。で、その9月ぐらいに退社して、まあ、熊谷医学部の第二内科、血液腫瘍内科に入って今ここで会議をして、これだけでもね30分ぐらい話せるんですけど、原子力発電の原理なんですけど、原子力発電っていうとですね、なんか何やら難しく考える必要はなくて、原子の火でお湯を沸かして羽車を回して、で、蒸気を冷やして戻してるだけなんですね。だからここがですね、ここのお釜の部分が燃料が LNG とかになれば LNG の火力、石油火力になるしですね、そういうもの。だから水力発電であればここを直接ね水車で回すわけです。これが水車になった水力発電だから全部同じなんで、ここで大事なのはここに循環水という配管があるんですけど、蒸気を冷やさないといけないのでね、大量の冷却水がいるんです。で、アメリカとかは
大きい川があるので川沿いに作ってる原発もあるんですけど、日本の場合大きい川はないのでね、大量に取れる。だから全部あの 海に面してます。だからそういう、だから全部津波に弱いんですね、 100% ね、日本の原発はですよ。アメリカは川です。でどういうふうにして、熱を作っているかというと、核分裂というのにウラン230を、あるいはプルトニウム239もあるんですけど、中性子がぶつかると反応を起こして2つに割れるんですね。で割れるときに核分裂生成物というのは2つに割れてる、大体ね2つに割れて、でそのときにあの熱エネルギーが出るんですけど、ここに出てくるのが放射性物質なんですね。だから今セシウム137が話題になってますけど、これ137ですね、これ235でしょ。そうすると235から137を引くと大体90になるんですよ。だからストロンチウム90というのもね、まあ大体1対1で出てるんですよね。だから137だけあるはずはないんです、絶対その片割れがあるんです、90ぐらいね。そこをしっかり騙されないようにしてくださいね。ストロンチウムが作らなかったっていうのは嘘なんですからね、1対1なんですよ、大体大体ですよ。でゆっくりするのが原発でね、一挙にするのが原爆なんです。で原理も生成物も何もかも同じ、まあ細かく言うとね、ここの生成 の割合が違いますけど、まあ原理は一緒なんです。だからフランスの24の公国っていうのはここに綺麗な原発があって、中で核爆発が起きてますよ。で大体どんなもんかって、100万キロワットの原発で1日3発の原爆が起きてますよ、まあそういうもんですよということですね。で廃棄物処理ね、廃棄物処理っていうのも今回も処理できないです、人間にはね。でなんで処理できないかって言ったら、最初の30年か50年、もうこれ辺即死ですよ、人が近くに行ったらね。でずっと下がってきて1000年後に、まあ大体最初の1000年が大事と言われてるんですね。で1000年前というと、まあ大体平安時代の話なので無理なんですね、うん、で見てください、これ元になったウラン鉱石なんて数万年後です。これアウストラロピテクスとかね、そんな時代で、このグラフの最後いつかって言ったら1億年後ですよ、ね、こういうグラフを平気で作るんですよ。ありえないグラフですね。だからここが10、対数メモリって言うんです。10年、100年、1000年、1万年、10万年、100万年、1000万年、1億年後です。1億年後になれば大体地上に出てきてもいいでしょうって、何も問題ないでしょう、まあそういうような話なんですね。で原発を何でやるかって言ったらですね、役所がこう LNG と火力と核のね、原発のコストを計算して発表してるんですけど、みんな信じちゃうんですよね。役所が、大体役所の方おられたら申し訳ないんですけど、役所っていうのは見積もりをするって言って見積もりできないですよね。大体業者に頼んでるはずなんです、丸投げしてね。違うかもしらんけど、怒られるかもしれません。大体そんなもんで、役所で大体何が物がいくらかっていうのは本当知らないわけだからね。だから役所が試算するとね、これ安くなるんです。原発が一番安くなるようになってる。でも設置許可申請書っていうのが電力会社出すように決められててですね、でそれに発電単価を書きなさいっていうのが書いてある、一つね。でこの 2F っていうのが福島第二なんです。 KK っていうのが柏崎なんですけど、 2F の12、これ福島第二の125、これオイルショック前はだいたい理想的な価格で10円ぐらいで一応作れてたんですよ、ね、これ理想的だから本当は12、3円してると思うんですけど、で2号機と3号機の間のオイルショックが起きちゃうとね、もういきなり15円ぐらいになっちゃうんです。そしてここのボンって上がってるのは柏崎ね。柏崎はバブル仕様で贅沢に作っちゃったもんだから、ここが1号かな、なんかちょっとずれてる気もします。もうものすごく高くなって20円近くなっちゃったんですね。でこれじゃいくらなんでも石油火力とよりねものすごく高くなるわけで、これじゃいかんって言って柏崎の6、7号機でぐーんと安くしちゃったんですよ。でこれなんで安くなったかって言ったら、これ安全装置をね全部カットしたからですね。そうしないと安くなるはずないですからね、不必要なとこ切ったら。不必要ではないと思うんですけど、だからで福島の 1F の1って私とか、まあ、そういえば原発のことを言うのにですね、関係者はね必ず 1F、2F って言いますよね。福一という人は偽物です、ね、偽物っていうか部外者の人なんです。だから原発作業員の人の話で福一とかって言ってたら、これは偽物ですよね。私は偽物と思う。必ず 1F、2F って口に出るはずなんです、ね。日本語の数字と 1、2、3 と F だからおかしいんだけど、 1F、2F って言ってますよね。
で 1F の12号機はじゃあいくらぐらいで発電してるかと、私見た時ね14、5円なんですこれね。あれあの原発は運転すればするほど儲かるって言ってて、そのために東電が動かし続けてたと言ってましたけど、あれは嘘でね、あの動かせば動かすほど赤字なんですよ、あれね。赤字っていうか儲からないんです、出力も小さいし。だけど廃炉にしたら廃炉しないといけないでしょ、なことはしたくないからしてないだけの話でね。やめるって言ったら被爆労働者も 1F の1、福島第一の1号機っていうのはものすごく全体の6割くらいだったかな、なんかちょっと忘れましたけど、ものすごい被爆者を生み出してるんですよ、中が汚くてね、燃料破損事故もいっぱい起きてるから。だから動かしたくないけど止められないから動かしてるんですよね。儲かってるわけではないですけどね、誰も言ってないよね。でなんでやるかって、総括原価方式っていうのがあって、一般の会社は収入から必要経費を引いたら利益になるんですけど、電力会社は必要経費をねどんどん増やせば増やすほど利益になる。でどういうことかって言ったら、まあお母さんたちで言うと 3% のポイントカードだと考えてください。だから支払い者が自分の場合はね、焼き魚定食500円とフランスのフルコースを1000円どっち頼むかって言ったら、まあ当然ね焼き魚定食を自分の場合は頼みますよね。そうしないとお金がなくなっちゃうからね、1万円というかして20日も食べたら20万でそれだけで終わりですよね。だけどこれ、ね、祖父母、ね、義父母が離れてくれるって言ったら必ずこっち取るんです、 3% 儲けようと思うとね。だからこれ両親に任されてるわけですね。ちゃんとした人であればこっちを食べると思うんです、いくら別の人が払うと言ってもね。だけど電力会社だんだんもうこっちじゃなくてこっちに慣れちゃったもんだから、どん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 豪華なものを作ってた。で儲けて、あとはこの納入業者も儲かるしね、経団連も儲かるから、なんか原発をやってたわけです。だから原発やめるって言ったらね、焼き魚定食でも十分生きていけるんだけど、もうこんな贅沢な暮らしに慣れてしまったもんだから、もう大反対なんです経団連はね。そういうことで、福島第一原発の敷地ですね、これ見てください、これ1,2,3,4,5,6号機ですね、これ6号機建設中です。でもこれものすごく広いんですね、これね。これ事務本館があって、この辺に正門があるんですけど、これはね歩いて40分ぐらいかかるんですここね。でこっから1号機のとこからね4号機のところに行くのに、1号機のところから4号機のところに行くのにですね、これ近いように見えますけどね、これ片道15分ぐらいかかるんですよ。だからここはねバスが回ってたらしいんで、私 1F の出身じゃないのでよく知らないけど、作業用の校内バスがありますもんね。何せ企業棟がここだから、ここからこの現場行くのに歩いてたら30分ぐらいそれだけで食っちゃうからね、全部バスで。でこの中信号あるんですよ、2、3個ね、2、3個だか4個だか忘れたけど。でこの人は地震では設備破壊は起きていないということだ。だから地震で壊れたということになるとね、とんでもなくなるわけです。だから共有されているって言ってるけど、これね嘘なんね、どう見てもね地震で壊れないはずがない。なぜか、まず民間事故調査委員会の報告書でどうなってるかといったら、作業員が生蒸気だと、水蒸気系が壊れてる、この原発終わったな、東電終わったなって、もう東電終わったと思うんですけど、まだ終わってないですよね、なんか知らないけどね。で水蒸気系っていうのはこのお釜の底から直接出てるやつなんですね。だからここが破れるっていうことは、津波で破れるはずないでしょここね、津波がいくら来たってこの建物の中なんだから、だから地震で破れたとしか思えないんですね。そしてどうしてそう言えるかって言ったら、東辺動量線図というのは福島県の水平っていうのは、これ国土地理院が作成したやつ、ここが原発なんですけどね、東に 2.5 メートルずれてるね、自分で見てみるこういう自分の手を広げたよりも横にずれてるわけですね。そして50センチの地盤沈下を起こしてるんですよ。だから東に 2.5 メートルずれて50センチ地盤沈下して、中に配管が山のようにあってね、それが一様に沈下したって通産省というか経産省はそう評価してますけど、一様にずれるはずないよね、地盤沈下起きてね、あんな大きいのがね。だからもう地震で壊れてるのは明らかなんですこれね。でちなみに女川とかはですね、確か1メーター以上地盤沈下してますよね。でその地盤沈下してるのは津波が起きた後に、あの海水がかぶったままのとか広範囲であったでしょ東北はね。だからそこからも分かるわけですよね。でこれもね
地盤沈下のことを話すとほとんどの人が知らないんですよね。地盤沈下起きたって起きてるのは、でもよく考えると地震のヘリコプターの時にね、海水にして地盤沈下してますって言ってたわけだから、原発の周りだけ地盤沈下しないわけないのでね。だから、まあ、知ってるっちゃ知ってるはずなんです。じゃあ1号機の事故を台所で考えてみましょう。さっき原発はお湯を沸かすものって言いましたけど、お湯を沸かすのは台所なんでね、こういうガスコンロを考えてみましょう。あとベントベントっていうのがよく出てくるんで、でよくわからないんですけど、圧力鍋と考えるとね、すぐ分かって、このシューって抜きますよね、圧力はね。これこの操作はベントって言います。だからベントしてするできたのできない、最近ねビデオが結構迫力のあるビデオを東電が公開しているので、ベント操作のことがまた 着目されてるんですけどね、このことなんです。圧力を抜くっていう操作のことをベントって言います。で最初の方に NHK の解説者の一人がですね、ベントって言うとこれはバルブ弁のことですなんていうね嘘を言ってたんですけど、分かってないなっていう感じですね、解説者。まあ解説者もかわいそうでね、いろんなことを証明し説明しないといけないんで、原発のことが詳しいわけじゃないけど、そういうそのぐらいの人がね、専門家の顔をして解説してたんですよ、事故当初はね。山崎さん。通常の運転状態どうかって言ったら、これはね、お湯がたっぷりある中でお湯が沸いてるのと一緒なんです。だからこれパスタ鍋なんですけどね、これネットから持ってきたんですけど、パスタ鍋がこうゴツゴツして、ここに火があってもね、これ怖くないですよね、全然ね、よくあることです。で、注水が喪失する、だから配管が破断したってさっき言ってましたね、大きい水蒸気系っていうのはこの辺のやつなので、これが破断すると、結局、水が足せなくなるとね、だんだんこう減ってきますでしょ、鍋はね。で、これ、ひたひたの状態。ひたひたの状態ならね、これは料理でもするので大丈夫なんですけど。消せないんです、原子の火はね。消せないし、水も足せない、真水も足せない、海水も足せないって言ってわーわー言ってましたからね。そうすると事故から30分後にはね、こういうこうグツグツ焦げた状態で、これでも止められないので、最後どうなるかって焦げつきますですね、これメルトダウンって言います。焦げついてしまう。で焦げついてそれで終わりならいいんですけど、前アメリカで事故があった3マイル原子力発電所っていうのは加圧水型っていうタイプのやつで、これは沸騰水型なんですけど、沸騰水型は下からこう制御棒が入るんです。これ見てください、これ穴ざるでしょ、ね、当然そうですよね、ここから物が入るんだと穴が開いてないといけないわけ。だからここの溶接部を通じて必ずね漏れるんですからね、燃料がね。だからメルトスルーもしちゃうんです。で火が鍋の外まで、もうこれ あっという間に行くと言われてますね。でそうするとここの格納容器の圧力がガンガン上がってくるのでベントしましたっていう話ですね。ちょっとこれで、あら行かないな、音が出ないですね。設計基準値を超えるシビアアクシデントね。今ちょっとざっと見たやつをここで流してみますね。矢印邪魔だけど、これがねいつだったかな、事故前ですよね、事故のね 4,5 年前に作った動画なんですこれね。でこれがマーク1っていうドーナツ型があるね格納容器のあれなんですけど、大きな配管が破断して大量の放射性物質が環境に放出される事故の、これ今回起きたことと同じですね。ね、制御棒は完全に挿入されて、これ地震の時にスクラムって言いますけど、スクラムは終わって原子炉停止するんです。でもね原子の火は止められないから 3% ぐらいは崩壊熱として残るんですね。これねだから普通の場合はここ水がいっぱいありますでしょ。だからこの燃料がね水の中にいる限りは線量も外にはひどくないし大丈夫な。ここね破断事故、地震によってここがやられるとずっとそこ下がってくるわけです。そうすると喪失が発生する。でここは燃料がむき出しになるということね。これろ過といってもこれ起きたらいけないんです絶対ね。いかなる場合も起きないようにっていうのが設計思想。で炉心が露出するとね、これ溶けるの30分後ですよこれね。
だから福島ね、あっという間にこれ溶け出してるはずなんですよ。線量ものすごく上がってるしね。もうその日のうちに上がったっちゅう話ですよね。ね、30分後ですこれ。ね、ここね、圧力容器の下部に溜まる。で、ここはほら穴の開いたザルって言ってましたでしょ。ね、12センチ15センチあったってザルなんだからね、関係ないですよね。抜けますよ、 100% 抜けますこれね。メルトダウンしたらメルトするのが沸騰水型原発の特徴ですよこれね。で、3時間後にはもう抜けたら、これはもうむき出しだからね、恐ろしいことになってるわけですよこれ今。でコンクリートのところに落ちるんですけど、このコンクリートのね、床もね、もう突き破ってんじゃないかっていう話があるんですよね。もう地下水、地下奥深くまで、いわゆるチャイナシンドロームと言われますけどね。まあ日本でいうとブラジルが地球の裏になるけど、まあ地球の裏まで行くことはね、中心で止まるとは思うんですけど、でももう貫通するわけよこうやってね。でここで止まったって言ってるけど、どうでしょうね、止まってないと私は思うんですけどね。だから福島は、まああれ誰も収束できないんですね。あそこをもう埋めるしかないんです。どうにかしてね。これ知ってるわけだから、こういう動画があるわけだからね。もう起きた時点で知ってない。それは学者は知らんと思いますよ。でも実務者は知ってるはず。私が行った時はこういうのはなかったですよね。ここね、ここで圧力が高くなるとこう破裂するわけです、この格納容器。そうするとまずいので、でベント、ここでベントですねこれね。だから圧力抜きのこれ ね気ガス要素がいっぱい含まれて、これが出ていったらもう終わりなわけです、その辺りはね。起こしたらいけないことが起きたんだから、もう福島終わってるわけです。ね、メルトダウン、メルトスルー、メルトアウト。で1号機と3号機の爆発をね、もう一回これしつこく私ツイッターでやってるんですけど、1号機はねここにこう横にこうずれてね、3号機は上に上がってる。で1号機のねここのこの部分を見てほしいんですけど、この部分に赤いポワンというのが出ますよね。ここにほら抜けるでしょ。だからこれはおそらく機体が爆発したね、水素の燃焼実験したことがあるかと思いますけど、それと同じだと私も思う。でもね、3号機はこの辺見てほしいんですけどね、この辺にねオレンジ色のピカっていうのが光るんですよ、ね、見えたでしょ、オレンジ色のねここね。そしてこうモクモクっと上がる、キノコ雲なんですね。で昨日ロシアの方でこんなキノコ雲が上がってる爆発が起きてるんですけど、その時のね閃光のとこ見ると これと同じような炎が出てるんですよね。だから核爆発か、形は核爆発なんですけどね、明らかに。でここはここにピカッて光ってるでしょ。で上にニョロンって上がってるんです。でこの画像をですね、福島中央テレビっていうところが撮ってるんですけど、これ出さないんですよね、ネット上どん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 消されてね。でこの写真使わせてくれって言ったら、企画書出して認めてやったら3万1500円出して使ってもいいとか言われて、もう私もそんなお金ないから断りましたね。出さないんですこれね。でこれはね、これも文句言われたらしいんだけど、アメリカかなんかだから一応大丈夫だったみたいなね。公平、報道の方が大事だということで、まあ日本は大体アメリカに弱いから、ね、でここピカッて光ってこう上に上がるんですけど、これがねミニフィッションニュークで、これ核爆弾の実験なんです。この実験かな、私ネットじゃ見つからないんだけど、いっぱい核実験 の映像見てるんですけどね。これで巻き戻します、これねそっくりですね。だそっくりで、しかもこれ即発臨界とも言いますけど、核分裂が起きてるのでね、ものすごい短時間の放射性物質が出てるんです、半減期はね。でそれは CTBT で観測されてるんですよ、実際のところね。だからこれは絶対
過去爆発だと思うんだけど、認めたらね大変なことになるんだよね。そんなことは起きてない起きてないって言っても1年半ですよね。その証拠にこれは NHK が分析してないもんね、このね、この雲のことをね一切分析してない。分析するはずなんで絶対 NHK ならね、水素爆発ですって言って、確かドイツかなんかのテレビを NHK で報道した時に、このドイツの元のやつはこの映像を流してたのに、3号機の爆発した後の映像しか流さなかったんですよ NHK はね。わざと避けてるんです。これなんで避けるんだと思うんですよ、言えないからね。 600m だからスカイツリーの高さになったっていうことね。でオレンジ色の光が測ったところ、あの国会事故調はね CO の燃焼だと言ってるんですけど、二酸化炭素のね、これ見てください、ここね、これもやしのようになってるでしょ、これね、これものすごい鉄骨なんです。鉄骨がね一瞬に、あの閃光一瞬でもやしのようになるっていうことは、ここら数千度になっただろうということが容易に想像できる。1号機のちょっとここには書いてないけど、1号機の骨組みはしっかり残ってますけどね、3号機ボロボロですよね。でここに何があるかっていうと、これ使用済み燃料プールがあるね。で使用済み燃料プールを見ると、3号機はこう瓦礫の山になって、4号機はきれいな、4号機はきれいなんですね。だから4号機のが危ない危ないって言って、確かに危ないんだけど、これがね私は収束方法としては私でも考えつくんです、この燃料取り出せばいいからね。でも3号機はこうめちゃくちゃだから収束方法が私は思いつかないんです実は、ましてや格納容器の方とかはね。だから3号機の方がね ひどいんですよ。4号機の方が怖いんだけど、3号機の方がひどいんですからね。そういう違いがある。で今回の放出放射能量は福島とチェルノブイリを比較すると、チェルノブイリの、ね、6分の1だから大丈夫ですよっていまだに言ってて、福島は全然チェルノブイリにならなかったっていう大嘘ついてる教授と称する人もいるんですけど、福島4基はね280万キロワットあるんですよ、ね、出力が。で 核燃料の量は出力に比例するし、あと使用済み燃料プールの問題もあって、これ見てください、チェルノブイリはね100万キロワットで、福島はね4基足すと280万キロワットで、チェルノブイリの事故が起きたのは1986年なんですけど、1983年に稼働したものすごい新しいプラントだったね、最新鋭だったんです、チェルノブイリはロートルプラントじゃなくてね。福島はねもうロートルプラントであちこち汚染されてね、もうとんでもない量だった。で最初に保安院が出してきた放出放射能量っていうのは37万テラベクレルっていうのが出てるね。もう大体テラベクレルっていうとわけが分かんなくなって、まあ大きいんでしょうぐらいになるんですけど、キュウリに直すとね、最初に出して1000万キュウリだったよね。1000万キュウリっていうともうキリが良すぎるでしょ。だから最初に出してきた放出量っていうのはもうこのぐらいで勘弁してよっていう値なんですよ。そうするとほら20分の1近くになるしね、チェルノブイリ少なかった。でもおかしい、なんでおかしいかというと、福島の核燃料総量をねちょっと計算してみると、どのくらいあるか、 1,2,3,4 でこう出力書いてある。炉心内にあとプールね、3号機で4号機のプールは綺麗だから、まあ損傷してないことにしましょうと、 1,2 号機は全然わからんけど、まあ何も起きてないかもしれないということに一応してですよ。そうするとコントロールできたのはどのくらいかって言ったらね、346トンもある、核燃料だけでね全部出すと。でチェルノブイリ原発が180トンあったって言われてるんですよ。もうちょっとおかしいんですね、比ですよ。だからおかしいんですよ、346トンだから3倍なんです、チェルノブイリね、2倍か2倍ぐらいある。でどのくらいの放出放射能量かっていうと、キセノンとかヨウ素とかねセシウムこう出してるんですけど、でヨウ素131は15万テラベクレルって、テラがついてね、もう10が10の16乗ですよとか、ちょっといい加減な数字ですけど、10の16乗とか言ったらもう大体、申し訳ないけど女性の人は10の何乗って言われた時点にもう考えるのやめて、ああいっぱい出たんだなっていう話になるんですよ。だけどそうせずにね、じゃあ他ないかなって言ったら、重量で見るとヨウ素131って 40g にしかならない、ね、セシウム137って 5kg にしかならない。さっき言いましたけど 300トン以上のね核燃料が出たのに、こんな 5kg となるはずがないでしょ。だからこれはね2桁ぐらい少ないんですよ、値としてね。でプルトニウムが3200メガベクレル出て、もうとんでもないとんでもないって言ってるんですけど、これも重さに直すと 1g 程度なんです。でこの間アメリカが核実験でプルトニウムの臨界前実験したって、これ 8g 使ってるね。だアメリカの 8g の核実験の方が一応公式でいうプルトニウム239の福島で降りたのに少ないとか言ってるわけですよ。だから嘘なんだね。だからアメリカも実験の時はこっちで言うわけですよ。こっちの例えば
1ギガベクレル出したと言ったらなんかとんでもない量に思うけど、8グラムって言ったら、ああ8グラムねみたいな感じになるでしょ。だから少なく見せたいときはね、必ず重量で言ってくる。多く見せたいときはね、ベクレルで言ってくる。だから時々人工衛星が落ちたときに何グラムの放射性物質が入ってますということがよく出るんですけど、ね、必ずベクレルで言わずにね、このねグラムで言ってくる。コバルト50グラム程度ですみたいなね。50グラムってとんでもない量なんですよね。だから そこをね、だからおかしいんで、これはね、2桁おかしいと思ってる。でそういうおかしなやつでもね、広島原爆の168倍なんですよ。だから2桁少ないとすると1万倍でしょ。だから福島の人はもう人体実験場なんです。まあ、ここも人体実験場になってるんですよね、熊本もね。これはちょっと飛ばしましょう。でラディエーションリーク is serious enough to kill people って言って、2011年3月18日に小森常務っていう人が、今後の福島はどうなりますかって泣き崩れたんですよね。でこの人は私の発電所時代の課長で、私本店の事例をこの課長からもらったんですけど、こういう写真は出てないんですよ、どこもね、日本のやつはね。これ見ただけでとんでもないことが起きたなんて分かるでしょ。この人常務だったんですよ、この時ね。でこの前にドライベントって言って、ちょっと戻しますか、ここのね炉心の中のもうめちゃくちゃな放射能が含まれたやつをそのまま放出しちゃったんですよね。でその時のビデオの状況が、東電の51番というビデオの中に出てますのでね、これブログにしようと思いつつちょっと面倒くさくてしてないんですけど、だ出てるんですよ、知ってるんですよ、その時にいてね。でこの人は福島にいたオフサイトセンターにね。でその3月14、15日の未明にこう開いて、15日の11時にね逃げ出したんです、オフサイトセンター全員がね。で福島で会見して泣き崩れた。もう合うんですよ全部ね、話としてね。そういう話をね全然誰もしないからね、なんか全然分からなくてそのまんま。でこの直後にどういうことしたかって、岡田幹事長5月8日に飯舘村の村長と握手してるんですけど、見てください、これまあ、フル装備なの当たり前ね。でゴーグルしてマスクしてるのね。でここ見てください、握手するとき岡田幹事長手袋してるんです。で片谷村長ね、平服でしょ、手袋と握手してるわけです。こういうこと起きてね、おかしいと。でどっちが正しいことやってるかって言ったらこっちなんですよ、もちろんね。これは当然ですよね、官邸にいて民主党の重鎮なのか、内部被爆したら困る。これ内部被爆防ぐためのやつですよ。これ見てください、この人はね無防備にさらされてるわけですよ。これはひどい写真でね。でひどいひどいって言ってたら、今度ねこの間10月安倍自民党総裁がこう出て行ったんですけど、これこの後にね野田首相が言ってますけど、中にここの外に出るんだったら絶対にこのさっきの防護服をしてないといけないんで、ここのねこれをだからこれ してないっていうことは出る気もないわけで、これ見てください、背広してね、国会バッジつけてね、背広ネクタイでしょこれ、ウールかなんか知らんけど、こんな格好でね訪れるなんか、ちょっと私も言ったけどサファリパーク見に行くようなもんでね、自分だけ安全なとこにいてね、およう頑張って外見てりゃいいですけど、こうなんか宙浮いた目でねボーッと見てるでしょ。でこれがね共同なんですけど、これ自民党がね提供してる写真なんですよ。ありえないと思うね、これ外見てるふりしないとね、せめてね。でもどうせサファリパークだからね、あライオンがいるぐらいなもんですよ、この人にいればね。でこれをみんな称賛してるんですけど、これおかしいですよね、どうね。で収束宣言は嘘、これ今日も、今日の新聞出てましたけど、1号機の格納容器で11シベルトとか出てましたね。もうそれはもう前から分かってたことだね、今更騒ぐ必要なくて、もうじゃじゃ漏れですよ、そんなのね。で見通しは原子の火は止めることができないと、30年で廃炉って言ってますけど、まあ、無理なんですよこれね、廃炉できないです人間には。で臨界を何度も起こす起こす起こさないって言ったけど、絶対起こしますこれね、起きてると思います。でこの間なぜか知らないけど熊本市でも要素が出てましたもんね、下水汚泥からね。でこれは治療だって言ってたけど、どうかな、でもどっから来たんだろうと思ってるけど、出てるのは事実なんですね。人類史上最大最悪だから、ここもう熊本も完璧に被爆してますからね、全員ね。それは北九州が瓦礫する前、燃やす前からね。だから子供の体調不良があったら被爆するかもしれんなと私は思うんですよね。で汚染の状況なんですけど、これね
ここ福島ね、ここは九州だからね、目と鼻の先ですよ、放射能ニュースで。ここ西海岸、そうするともうで放射能っていうのはこう分解されないのでね、拡散するしかないんです。そうするとね、ここに来てね、でここのサンフランシスコとかでこの間、アメリカのやっぱネットだと便利なんでね、私ある程度こうツイッターで発言してるといろんな人が情報をくれるんですよね。そうするとここのねレモンのね気形が出てましたもんね、ゴツゴツして。でそれを見た人が誰かチェルノブイリで見たレモンの気形と同じだとかって言ってたので、まあ、ここも汚染されてるのは まず間違いない。でこう見るとね、見てください、これ西海岸ね、こう九州ね、まあ、九州におった方がマシなの、こっちに逃げるよりね。だからここで成田で一生懸命ここに逃げて助かった助かったと思って、助かってないんじゃないかと私は。逃げるならこっちに逃げないといけない、東にね、あ西にね。まあでももちろん来ますよね、これね。だからここは結構手ひどいと思ってね、私は。九州は少ないですよ、それでもね、非汚染エリアではないけど、汚染は少ないエリアだと思ってね。でこれどうなったかね、もう真っ赤っかでしょ、ここね。そしてね、西海岸、アラスカ、シベリアね、汚染されちゃってるね、残念ながら。そしてこれがね、海洋のシミュレーションなんですけど、これこのね写真が欲しくて、今ドイツの人に版権をどうにかならんかってお願いしてるところなんですけどね。これがね、この辺にハワイがあるのね、これが多分ね今なんです、これね。で日本海も当然やられますよね、海つながってるからね。で西海岸も行くわけです、こうやってね。でどこまで薄まるかなんですよ、問題はね。こう絶望的になるんですけど、これ見ると私。だからここのね、牡蠣の養殖万歳とか言っててもね、そこはちょっと食べれるのかなと私は思いますけどね。まあなんかあんまり言うと風評被害だって言われるけど、でも正しいことを知らないといけないと思うんですよね、これね。ね、もう全部当然汚染されてしまいます。これ10年後ぐらいですよ、これはね。今から10年後、いくつでしょう。まだね、子供、ちっちゃい子供がいる人なんか。で、これ、飛田先生の沖縄の勉強会で言われてましたけど、ここでもし出たら、日本に損害賠償しようっていう話がある。あったらしくて、私は知らないけど、で総額は300兆円とかになってましたね。払えないですよ、そんなのっていう話になって。だからこういうのがあるから、多分ね、ここは汚染されてるからね、お前ら原発動かせよって言って こっちから言われると何も言えないんだと思うんですけどね。もう知りまくるしかない、これできちゃったからね。ただ知ってないといけないですよ、ある日突然ゴンって言われても困るんで ね。これね、2012年7月こんなになってついこないですね。だからこれを使いたいんですけどね、カラーでね見るとインパクトあります、ね、で放射性物質の効果量ね。でもうね、ことごとくね、東大なんとかっていうのはもう嘘ばっかりつくんですよ。で福島の原発事故で起きた放射能量は最盛期のね1万分の1だったっていうことをね最初に言ったんですけど、最盛期の1万分の1どころかね、ここは茨城ね、もう最盛期降ったことないような量が出てるわけですこれね。で福島はね、この間出してきてここなんですよ。で宮城県が出してきてないんです、1年間出さなかった。でブログに書いたんですけど、私これ特殊な装置がいるかと思ったら、単なる金だらいのね、1メートルぐらいのね。で金だらいをね1年間復旧させなかった、宮城県は。だどういうことかって言ったら、あれ測ってるんでね、測って出せないから出しずっと言ってこなかった以外に考えられないんですよ。だって福島県が出してきたからね、3月はね。そういうことだと思う。でここで見てほしいのは、ここ1000と1万なんです、ここね。で単位が一緒なので、次のシミュレーション見てほしいんですけど、ここが1000でここが1万なんです、とか10万なんです。だから1000っていうのは、ここが核兵器、核時代の最盛期と同じぐらいなんです。この薄い黄色じゃないところね、その一つ側が核兵器の、ここね、1000っていうのがここですからね。1000っていうのはだからここなんです。だ岩手県はね、核兵器の最盛期と同じぐらいの量が降ってるんですよ、一番遠いところだよね。でそれより近くなると、これ核兵器の最盛期の10倍で、ここは100倍なんです。女川なんかここなんだからね、石巻はね。だからものすごいこういうのがね来てるんですよ、どう見たってね。
誰が何て言うか、宮城県は降ってないって言っても降ってるんですよ、ここはね。降らないはずがないんで、違う違うって言って、仙台平野は神風によって守られたっていう話になってるんですけど、いや、それ信用してるんですよ、結構かなりの人はね。で、私今日配ったあの地図の裏にも、裏もねあんまり書いてはないんですけど、これあのとある方からいただいたやつで、私が測ったわけじゃなくて、いろんなね数値を参考にして作られたらしいんです、これね。ものすごい地道な作業だと思うんですよ。で、汚染地図もうこれは飛ばします。これはね、ここ仙台が空いてるんでね、ポコッと空いてるでしょ、神風吹いたことになってるんで、早川先生の頭の中では。で、空間占領率と汚染濃度の相関っていうのが取ることができて、空間占領率っていうのと汚染濃度をこう見るとね、この格好ね、さっき出しましたね、この格好をするのは地上が400キロベクレルパー平米汚染されてた時なんで、それはどのくらいかっていうとね、 1.3 マイクロシーベルト大体ですよ。空間占領で 1.3 マイクロシーベルトあると本当ならこれをしないといけない。だこれがどこかって言ったら、大体ね中通りが入ると思うんですね、その地図で濃い赤のところになりますね。そして40キロベクレル大体 0.13 で、もうこの熊本もこの 0.13 ぐらいありますけど、そうすると C 区域、こういう汚染をね、あの隔離しないといけない場所になってる。でこれが最初のうちは東京関東エリアで住んでたんですけど、もうこれ日本全国このエリアですね。大丈夫ですか。で環境放射能のまとめね、 0.3 マイクロシーベルトパワーっていうのはね、人が住んだらいけないんです。だから環境放射能ってここで測って OK って言ってもね、こうブツブツ放射能を入れたら内部被曝するんだからね。だからこれを掛け算して外部被曝の線量としてはいけないんです。ここにこの線量があるということは、福島この線量がね、原発の中であればいいんですよ、別にね、こんな格好はしなくていいんだけど、福島であるっていうことはむき出しの放射能があるということだから、これしないといけないんです。で、医療用放射線をね、こうしてバーンとやると、でここで考えると分かると思うんですよね。医療用放射線で医師がやる場合にどんな格好をするかって言ったら、医療放射線やるときにね、これ全面マスクしたらバカなんですよね。鉛のプロテクターはするけど、全面マスク配してレントゲン取ったら、それはちょっと おかしいって言われるんですよ。それなんでかって、放射線しか出てなくてね、放射能つぶつぶが入ってないから、放射の医療放射線では外部被曝しかしないんです。内部被曝し起こり得ないんですからね、医療放射。だから内部被曝を防ぐためのマスクは必要なくて、外部被曝を防ぐためのプロテクターね、鉛はする。そういう話なんですね。ね、ちょっとこう飛ばします。内部と外部はどう違うか。で、外部被曝にいる場合は人工自然ともね、アルファ、ベータ、ガンマだから、これは区別しなくていいんだ。だけど中に入ったら、もう全然異なるから、あの区別しないといけないんですけど、誤用学者は同じシーベルトで表せるから、これとこれは同じに見ていいですよって言って騙されてる。そしたら、ね、何も起きてないはずなんですよ、ね、でこれ内部被曝は外部被曝同じで、シーベルトが同じであれば同じだと。でいろんなところに蓄積しますよって話。で放射性要素、これ一番言われてますけど、私これだけじゃないと思うんですけどね、甲状腺に要素はたまりやすいので癌に起きやすいって言われてるんです、今のところね。でこれ見ていただければ分かるんですけど、1980、はい、今工事のお知らせなんですけど、ええ、もうお隣にお話ししたんですけど、ええ、いつからです、来週の話なんですけど、はい、はいはい、じゃあ見ときます、はいはい、はい、すいません。でここ1986年ここなんで、原発事故起きたのね。で出てきたの4年後からでしょ。だからね、起きない起きないって言ってたんですよ、それを知ってるからね。起きない起きないって、でも一件で起きたですもんね。でその他にもいっぱい出てるんだけど、私の知ってる限りで一件の女性の甲状腺がんがあるけど、福島と関係ないっていう話だったよね。30代の人だったかな。その後連絡ないんで、どうなってるかちょっと私も知らないんですけど、ブログには書いてますけどね。で 3,4 年後からわーっと増え出すんですよ、これね。だから絶対今後増えるんですよ、知ってるんですよ。でもね、福島にいる内科の先生とかはね、いやこれは絶対に起きませんからって断言して、で断言した2日後ぐらいに1件見つかったって言ったら、その後に
いやいや実は見つかると思ってましたみたいなことをね平気で書いてるわけで、これ許されるのかと私思うんですけどね。ブログにしたらまた怒られるかもしれんからちょっと黙ってるんですけど、もうしましょうかねこれね。で、ストロンチウムね、ストロンチウムはカルシウムの下にある、これ周期表なんですけど、だからカルシウム、ここはこの縦の列はね、性質が似通ってるんです。だからカルシウムとストロンチウムは似てるんで、ストロンチウムは骨についてベータ線を出して30年でね、ここに固着してがんになると言われる。で、このストロンチウムが骨につくまでにどのくらい時間かかるかって言うとね、大体いろんなことを見るとやっぱ数時間でくっつくと思うんですよ、これね。食べたらね、血流になってね、大体そんなレベルだと思う。で、出にくいんです、これストロンチウムはね。で、ストロンチウムはその分析しにくいから出せない出せないって言ってるんだけど、そんなことはないはずでね、もうプルトニウムファイルっていうのを見ると、プルトニウムを検出しにくいって話になってるんですけど、プルトニウムファイルっていう本があって、それを見ると注射してるのね、アメリカ人がね、アメリカ人にね。で、1マイクログラムとかをして、その後死んだ後に墓を暴きに行って髪の毛を取って、それでプルトニウム検出できてるんですよ。だから検出できるんだよね、絶対ね。できないできないっていうのは、出たらできたら困るからできないって言ってるだけでね。じゃあできてるんですよ。で、セシウムはカリウムの下にあるんで、カリウムっていうのは筋肉とかにたまり込みやすいんでね。そうすると心臓にあると心不全になったりするわけね。で、バスビー先生とかね言ってるのはね、ストロンチウムの被爆を妨げるためにカルシウムとかね、マグネシウム飲むといいですよって言ってる。まあ性質が似てるとこ多く取ると、こっちがね吸収が少なくなるだろうということをうなずけない話でもないんですよね。で、セシウムの被爆を少なくするために、これナトリウムって塩だからね、この塩をたくさん取ればいいっていうのも発酵食品でね、塩を取ればいいっていう話も流れてるので、もうあながち嘘ではないかもしれない、本当かも、嘘かもしれませんけど、ね、そう思ってます。で、セシウムの性質を、あ、これ出ないかな、出ないですね、出ないね、すいません、これ自動で流れるはずなんです。これ後でブログに書いておくので、バンって爆発するやつでみんな見たことあるんじゃないかと思うんですけどね、セシウムって入れるとものすごい反応性を示すんですよね。で、これ耳鼻科からなんですよ。くしゃみ鼻水のやつはアレルゲンですかっていうことでね、これは私放射性セシウムだと思うんですけど、こういうのをね、医師会として送ってくるんですよ。蚊とかゴキブリ、ユスリカでアレルギーで、これ患者さん向けのポスターを装ってますけど、これは医者に対する教育なんですね。だから長引く目のかゆみがあったらこの辺を調べなさいよという話をしてるんですけど、なんでね、これでもいいですよ、もちろんこれもあるかもしれんけど、放射性セシウムが飛んでるんだからね、金属がね。なんでこの話を、放射能かもしれませんよって一言書いてあれば親切だと思うんですからね。それじゃ手に負えないし、起きないことになってるんでね、書いてないんですよ。で、内部被曝ね。で、気形がどう出てるかって、耳なし兎が出てるね、これ2011年5月の浪江町で、広島の原爆の胎児のやつを見ると、磁界欠損っていうのが、あら、入ってないね。磁界欠損っていうのがね、出てるんですよね。だから、人間にも起きてるんです、これね。あら。人間にも起きてるんですよね、磁界欠損。耳なし、ウサギだけじゃないの。ウサギに起きたら人間にも起きるんですよ、ね。そして、奇形植物で、こう花の中にね、花が出た、こうやってパカッてツートンカラーになってる、こういうのも出てる、こういうのね、ツートンがツートンカラーで、あと思ったら今日の熊日新聞、熊本の方は熊日新聞見ていただく、ナスビがね、一つのヘタに 6本になってますね。ナスビもああいうね、その奇形が出てる、熊本市の話ですよ、ね。そして、これが帯状になってる、ね、これ正常、正常のやつ、こんな普通のやつなのに帯状になってるんですけどね。すいません、
で虫や鳥や木が消え始めたら次は人間が消えていくパターン。これ12月30日の熊日なんですけど、ね、もう鳥がいないんですこれね。メジロ、ヒヨドリがほとんどいないんです。で屋久島の人に聞いてもやっぱりいないって言ってましたもんね。渡り鳥だからね、いないんだと思うんですね。で日本野鳥の会がね、これはおかしいとこう口を出すべきだと思うんですけど、これ言わないんです。なんでかって言ったらね、この人はねスポンサーが電力会社なんですこれね。調べていただければすぐ分かりますけど、 全電力が全部出してで開発するとか全部金出してるね、ここはね。だから開発許可するのはここなんでね、結局今はね関係ないって言えばいいからね。だから腐ってるんでね、日本全体がね、気づいてないだけ。まあ、日本野鳥の会のホームページ見てみてください。綺麗なホームページで金がかかってるなと思って、スポンサーが法人会人がずらっと載ってますんで、もう消してるかもしれない。で東日本大震災では心不全が起きた、たくさん起きたって、これはストレスになってるね。で過去の大震災疫学調査では報告例ないって言ってるのに、なんでストレスなのかね。東北で寒いからなんですかね。で突然死ね、南会津で高校生が突然死、流山で22歳の女性保育士が突然死、これ去年の9月ですね。で核兵器の被害で公式発表、ちょっと飛んでますねこの話はね。広島や長崎では原爆で死ぬべきものは全て死んでしまって、9月上旬で原爆保障のために苦しんでるのは皆無って、これは GHQ がね1949年9月6日1ヶ月後にねこうやって発表してるんです。で残留放射能によるね被害はなしと、生前被爆者全て健康、これ23年後にね国連原爆発表、これ日本も認めてるんです、これ日本政府もね。でリスクアドバイザーもね、100ミリシーベルトであればゼロって考えていい。でそういうね嘘っぱちのことばっかり言ってるんですけど、これ私これ3人の方が好きなのでよく紹介するんですけど、日田先生ね、日田俊太郎先生、これまだ失礼ですけど95歳なんですけど、講演会されてますもんね。で実際に聞くに行くと面白いって言われて、私この間福岡に行きそびれてなかなか機会がないんですけど、で橋爪文さんって、これ被爆当時14歳で、この方はねラジオ深夜便で、話されてるのを私はたまたまうちの母親に聞いて、だ広島でね被爆されて、でこの間ちょっと本出すので引用させてくださいって丁寧なメールが来ましたのね。この人のね、この人本 一冊出してます。これ中澤啓治さん、これ裸足の弦の作者でね、被爆当時6歳で、まあ、私あんまり使えないだろうと思って、一応念のために漫画使わせていただけますかって言ったらですね、出版社の方はいいって言われて、今この中澤啓治さんの許可待ちなんですね。一コマ使わせていただければね、やっぱ本出して許諾を得ようとするといろいろつながってきますよね。面白い話で入試被爆ね。だからでね、入試被爆っていうのは原爆が落ちた後に人が入った兵隊さんたちがねどんどん死んでるんだよ。これ見て、これ裸足の弦はさっき言ったように実際自分が体験したことだからね、嘘をかけないっていうのはね、医者じゃないので、医者ならね嘘がかけるんですよ。人間がどうなるかね、大体見てきたような嘘をつけるんですよ医者はね。だけど素人って言ったらあれですけど、医者じゃないが体のことを勉強してない人は本当のことしか書けないんですよ。見たことをそのまま書くからね。だからそこで分かる、漫画だからってバカにしたらいけない。だからここものすごく死んでるわけ。だから入って放射能の毒で死んじゃったわけ。これは急性内部被曝だと思うんですね。でプルトニウムファイルにも確かにこの内部被曝をするとダメになるっていうことが書いてあるんですね。で原爆ブラブラ病ね、これ一番死なないけどだるくて何にもできないと。でこれはね今の世の中でね、これうつ病になっちゃうんですよ。なんでうつ病か、本日受診したが不眠、食欲低下、強い倦怠感、気力、集中力の低下を訴えている。特に原因として思い当たる出来事もないと。抑うつ症状ですよ。だからこういう診断書ばっかり書いて、2012年3月ね、これ、仙台のね精神科の先生なんですけど、この方も私のツイッター仲間って言ったらあれです、時々出てこられる先生なんですね。でそういうことを書いてある。で ABCC っていうのがあって、 ABCC はねこうやってね人体を切り刻んで、どこにどの臓器がね入ってる、放射能が入ってるかっていうのをね集めまくったんですよ、これね。だって実験だからね、日本に原爆を起こしたらね、壮大な実験の一部です。 ABCC は私核兵器の実験の中の8割ぐらい占めるかと思ったら、これはね ABCC が、略し用意して
あの目なんか占めてるね核実験の割合の中で私は2割ぐらいじゃないかとプルトニウムファイルを見て思いましたね。でプルトニウムファイルに書いてあって ABCC でものすごく語呂がいいんですけど、これはなんか冗談でアトミックボンブカジュアリティコミッションにしたら ABCC で語呂がいいからということで、勝手につけたらなんかそれが通り難になっちゃったっていうようなことをね講演してるんです、この責任者の人はね。これは冗談で作られた名前 ABCC 覚えやすいよね確かに。で被爆赤ちゃんを研究利用して遺伝的な異常はないと言って、でこれをね根拠にねえらい言われたんですよ私に。まさかその放射能っていうのは何に弱いかって言ったら、核あの細胞が分裂するときにね一番被害を及ぼすわけで、一番分裂するのは何かと胎児でしょ。胎児ですよねもちろんね。あと精子もそうですね。精子なんかもう毎日どん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 作ってるし、女性の卵子っていうのは少ないんですけど、あれはじっと我慢して待っててね、排卵1ヶ月に1回の排卵を待ってるわけなので、その間はもう無防備なんですよ。だから胎児に出ないはずがないんですこれね。でもね放射性の実体液晶っていうのはね調べてるんですよ、出るとまずいからね。だからハエでは出てる、動物実験でやたら出るんだけど人間には出てませんって言ってね、こういう放射線を正しく理解するためにとこういうのでね、危険率 0.1% 切ってるのね、高線量被爆者のね、被爆なしもね、原爆被爆者の おかしいんですよ、 1% 切ってるはずがない。なんでか、ね、これは耐性期のやつなんですけど、これは自分お母さんのお腹の中に妊娠第5週の時ですね、その時にもう精子卵子のね元の細胞できてるんですここにね。だから自分の細胞ができたのは自分のおばあちゃんの体の中なんですね。だから2世も怖いけど3世もさらに怖いんですよ。だってここの時に被爆したらね、この子はいいけれどもここがやられてる可能性があるでしょ。これは3世だからね、これは お母さんが1世でしょ、ここのお母さんがね、これが2世になるでしょ被爆のね。でここにいるのは被爆の3世になる。だから覚醒遺伝もものすごくするわけですこれね。そこが怖いんですよ。で奇形無能児も生まれて、でこう胆管も出てきたりね、こういうボロボロなんです。で林一郎教授、このさっきの死の肺の正体、これね死の肺の正体っていうやつで私何度か紹介してるんですけど、林一郎教授が昭和24年から25年に 22.3% の奇形があったって、被爆してない場合は 8.7% だったって言って、で奈良医大のね神戸教授っていうのは解剖したらね無能児が15体もあって、大血管奇形が20体あった、胆管症が1例あって無眼症が1例あった。でこの大血管奇形はね増えてるんですよ今ね。確かに報告がありますよね。無能児まではね、これ私これ表に出てこないと思うんですよ。無能児はね生まれても絶対隠すと思う。で小凍症の子供も生まれてる、原爆症と、ね、竹の子会だったかな、ちょっと名前忘れました。でこの林教授が言ってるんでね本当だろうと思ったのは、この映画発表後に数値を否定するような声明を出してるんです、この人ね。なぜでしょうか。で ABCC にいた医師の証言って、長崎大学医学部の岡本直政教師っていうのは原爆放射能で障害児が生まれると報告したんですね。障害児は90人いたい。で障害児の生存は短く、体内脂肪50体、生後1日以内10体、同1ヶ月には4体だったって。こういう話をね1956年5月6日の日本人類遺伝学第1回総会で言ってるんですよね。全然違うです言ってることはね。で三馬さんも証言してて、岡村久さんっていう人がね、これピカに焼かれて第13章、ようやくねこの原点が分かったんでこう出せるようになったんですけど、私は昭和20年当時尾長町で産業開業していました、41歳でした。何も記録は持っていませんが奇形がたくさん出ました。もうこれだけでインパクトありますよね。本当だろうと、私とか本当と思うけど、まあ信用しない人はいっぱいいるんですけどね。でこの人が何て言ってるかというと、都心ね三つ口です、これ公害率というのは、公害というのはベロの上にくっつけるところを公害率と言いますから、ここがなくなるということは鼻が見えるわけ、口の中からね、そういうことです。公害率、鎖口というのはこれは肛門が閉じちゃってるね、確かこれは分かりますね、次回結論も分かりますね、像が違うけど、内臓が飛び出てる赤ちゃんが出てくる、これもねいるんですよ。で無脳症もやったと、とにかく山のように出てきた。一番多いのが都心三口ね。で福島の方も三口が増えてるっていう話がメールで来ましたけど、これはもう分からないですね実態はね。で原爆消灯時のドキュメンタリーっていうのが起きて、広島ではね原爆消灯時ってもうみんな知ってるんですよね。だけどね広島一歩離れると誰も知らないんですよ。平和教育でやるらしいんですよね。
で裸足の原理もね、この私この 1コマ使わせてもらいたいんですけどね、吐血と小湯治の話があって、吐血で急にピカから3年経ってんのにね、急におじさんが死ぬわけです。元気だで元気だったおばあちゃんは子供が生まれると言ってたら、ちっちゃい頭の子供が生まれて血が止まらずに死んじゃったっていうことを言ってるんですね。ちっちゃい子供のはね、たくさん生まれて、もう今でも20人近く生き残ってるらしいんですけどね、それがね全然出てこないんですよ。でそうするとその結婚で差別を受けたりするからね、出さないらしい。でチェルノブイリの子供ね、とかセミパラチンスクってソ連核実験場でこういうほらうまく融合しないんでね。でイラクファルージャね、これはね、ここが足が分かれてないんですよ、融合しちゃってるんでね、両足がくっついちゃってるんで、まあ、これ単語でしょうね。イラクファルージャっていうのはあのアメリカが劣化ウラン弾をものすごく使ってね、でそれによると、で怖いのはね、私怖いと思うんですけど、湾岸戦争症候群っていうのがあって、これイラクに従事した子供から生まれるんですけど、お父さんでお母さんじゃないんだよ、お父さんの方がいたのに、でアメリカはね最近、細菌のせいだって言ってるんですけど、これはね私絶対放射能のせいだと思うんですけど、目が生まれないんだね、この子はね。で湾岸戦争症候群は髪の毛が抜けたりとかね、全身倦怠感とか、まあ、ちょっと調べていただきたいんですけど、そういう福島で起きてるのと同じ症状が出てますよね。特にあの沼代さんとかいうのが非常に似てるらしいの、この湾岸戦争症候群ね。アルファ線の被曝なんでしょうね。で瓦礫の受け入れね、で放射能知見ないって言ってるんです、これ環境省はね。でも大丈夫って言ってで九大でね、この間九大じゃない 北九州市で瓦礫は安全っていう、結論を出した会議があるんですけど、その中にね北九州市の医師会の理事も入ってるんでね、理事も安全って言ってるんですけど、まあ それはそうとして出光和也っていうこういう九大のね教授と称してるんですけど、 C 基準は完全に安全って言ってるんですけどね、なんで安全って言えるのかなと思ったらね、九大に入るまで42歳まで動力炉核燃料事業団に勤務してた、専門放射性廃棄物や核燃、これ同年ですからね、同年っていうのはこれ文字持ってると思う。だこの人はこのプルト君をねやっててね、で九大に天下りっていうか雨上がりっていうかねしてるわけです、まあ、当然プルトにも安全安全って言ってた人なんだからね、だからもうおかしいんですよ人選自体がね、何も知らないんでこの人、人間の体なんかね。で福島原発の場所はねここなんですけど、これをね東京に持ってくるとね、東京、私東京に住んでたのでよくわかるんですけど、こうお茶の水からね銀座で皇居がまっすっぽり入るんですよ、これね。ものすごく大きいっていうのは東京の人ならすぐわかる。で博多にするとここはね確か九大前で、この辺が西的なんですよね。でこの辺が天神でしょ、だこれも大体博多の人なら大きさ分かると思うんですよ。で熊本にすると熊本駅から藤崎宮ぐらいの距離なんですよ、で平成駅でね、これもものすごく広いって分かると思う。だから福島第一のね敷地だってこのぐらい広いのにね、もうどうせ住めないんだからここはね、ここ持ってくるしかないんですよ、瓦礫はね、全部核のゴミはここです、置き場もここしかないんで、みんな知ってる、みんな分かってるんですよ。だけどそんなこと言うと福島の人がかわいそうって言って、かわいそうじゃない、みんなで生き残るためにここを捨ててね、捨て石って言ったら失礼ですけど、捨て石にしてあとをなんとか生き延びらせようっていうのが本当だと思うんですね。でバンダジェスキーね、ベラルーシがガンと減ってるんで、昨日のブログかな、昨日のブログに私書いたんですけど、他の人口どうかと思ってロシアとかウクライナとか見たらもう全部減ってるんでね、ものの見事にね。で全部減ってるんですけど、またよくしたもんで、これは移住にやるもんですよって全部言ってるんですよ。でも移住でね、そんなにね、で共産権がソビエトが崩壊したのでね、それのせいだって言ってるんですけど、もう私嘘だと思う。自然源がかなり多いと、そもそもあのチェルノブイリであんな子供が生まれてるからね。除染ね、除染はどうしてできないかって反応性が非常に強い、これちょっとさっき再生失敗しちゃったんですけど、でものすごく汚染されててもね、どのくらいかって言ったら、さっきあのベクレルとグラムの比較をちょっと見せたことありますけど、ものすごいベクレルに見えてもグラム数にすると大したことないでしょ。だから塩一粒にしてみるとね、この塩一粒を水に溶かして約30坪に散布したら、この食卓へのね、その塩を取りなさいよっていうのが除染なんです
できるはずがない。そのみんな分かってるんですよね。常識で考えたら分かるんだ。この塩一粒をね、この狭い部屋にポンって一つして、じょうろで水溶かした後に塩一粒取ってくださいって言ったら取れるでしょ。それはもうほっといてくださいっていう話になるんですよね。こういうツルツルの床でもですよ。それを全部のここの壁から何からに全部シュー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 ってばらまいてですね、それを拭いたからってきれいにならないんです。そういうもんなんです。だから汚染させたら全部放棄してるんですね、他の国がね。で原発のね、これもあれだけどな、限界をね再稼働しようって最初言ってたんですけど、もう半島はね、半島なんですよこれ。だからここで何かあったらここ誰も行けないのね。で限界で事故が起きたら見てください、これね、もう九州終わりですよね。で終わりなんだけど、これはずっとこっちに行くわけだからね。風向きによってはもちろん朝鮮にも行きますよね。でプサンとかの原発が爆発してもここに来ますよね、当然ね。もう一連卓勝なんで、我々で事故が起きたら終わりなんですね。じゃあどうするのか。雨には濡れないです。特にね、北九州で燃やし始めて雨の中に放射能が入ってきてますので、雨に濡れないようにするね。でカッパを着る。でもし濡れたらシャワーを浴びてすぐ着替えるね。であと雨に濡れないというのは、あとはプールもありますからね。プールは雨をためますからね。だプールも要注意だと思う。福島、熊本でもね、もちろん。で、食品からの内部被曝をできるだけ避けると。特に濃縮するキノコ類はやめましょう。で、黙って生きてはいけませんよ。ね、声を上げてくださいと。自分一人だけ生き残ることはできないんですかね。再稼働なんかでとんでもない。だけど、アメリカが再稼働しろしろって言ってきてるから、日本政府はね、再稼働せざるを得なくて、大井原発はやってるけど、これはね、許したらいけないんです、これね。もう事故が起きたら、それはダメなんです。で日本の再稼働どうのこうのはね、もうどうでもいいって言ったら当たり前のことでね。あとはね、朝鮮ね、韓国、北朝鮮、あと中国を大きくしようとしてる、あとインドとかね、作ろうとしてますから、そういうところをね、止めに行かないといけないんです、日本人がね、むしろね。で日本人が行くとインパクトがあるもんだから、インドがね、今ものすごく反対が強いのに、反対運動強いのに無理やり進めてる原発があるんですよ。カーなんちゃらかんちゃらちょっと忘れたけど、でそこに日本人が4人ね、一般の市民ですよ、ここに来られてるの一般の市民4人が入国しようとしたら拒否されてる、インド政府からね。日本人のね、力があるっていうことで、発言力は。逆に言えばね、どうでもよければ入国させていくからね。だけど福島を知って、広島長崎も知ってる日本人が外国で発言するとものすごいパワーを持つんですよ。だからね、この日本の再稼働どうのこうのもちろんいかんのだけど、そうじゃなくてもっと世界に、ね、目を向けてね、目標を大きくしないといけない、ね、で味方を増やして、だからここに来られてる方はまあ大体お分かりの方が多いと思うんですけど、自分だけじゃなくてできるだけね、誰かに言わないといけない。でそしてみんなでイナゴのように政府みたい。だから頭がないあったらね、頭をねぶってやるでて終わりなんですよ、政府がやるのはね。だけど今の金曜日の首相官邸デモのように、誰をやめろって言ってもやめないでしょ、あれね。平先生も言われてましたけど、ああいうね、対抗の仕方が大事なんで。で、例えば、山本太郎が金曜日の6時にどこに集合、今度はどこって言って指令出してたら山本太郎を潰すんですよ、向こうはね。だけど、わけわかんない人がツイッターで言ってたら、潰しようがないんですよね。だからそういうふうに対抗しないといけない。で、こうやって集まってますよ。で、私のアクス、あ、これ古いね。ブログが600万ぐらいですね。でまあ、いろんな情報が出るんですけど、第一歩が大体一番正しいんで、もう第一歩出ることはないんですけどね。まあ、原子力の場合、フランスとかで何かあったら第一歩を一番注視してください。放射能漏れがあったらしいとかって言って、その後否定する報道が出ても、ああ第一歩で漏れたんだなと思って間違いないと思うんですね。で DVD 発売中で、あと11月の中旬には出そうと今頑張ってますので、まあ、何せ初めてなのであるんですけど、一応私自分で出版社を立ち上げて ISBN コードを取って郵便振り替えも取ってますので、結構いろいろ勉強になりましたね。だから後ろにバーコード付きで Amazon で売ろうかなと、 Amazon でも売ろうかな、まあ、私のところでも売るんですけど。そう、タイトルは何て言うの？いや、この福島の真実と内部被曝って、ね、ブログで紹介します。はい、まとめですね。福島の原発は止められず、放射能汚染も継続する、ね、内部被曝がどんどん拡散してる。
で内部被曝の食品だけならいいけどね、瓦礫で空気に入ってきてるんでね、もうやおいかんわけですこれね。だから安全安全って言ってる。で世界中がでも北九州で燃やしたらこれ韓国にも行くんですよ絶対ね。韓国にもね被害をね出すわけですよ。でも韓国も原発持ってるからね反対しないんだよね。前線門の問題で瓦礫には反対してください。はい、どうもありがとうございます。